本日紹介する作品は大森三好さんの200メートル先の熱という作品です。両親が残したタワーマンションの2階に住む和裁士の吉家紡。彼女は高校生の時に付き合っていた増持哲との関係が自然消滅して以降、在宅仕事で人とほとんど会わないということもあり、28歳になる今まで色恋に縁のない生活を送っていました。そんな彼女がマンションの管理組合の役員に選出されたことをきっかけに、マンションの最上階に住む男性平良蓮太郎と出会うというところから物語が始まります。平良は見た目が幼く高校生のようにすら見え、振る舞いも少しおどおどしているような雰囲気なのですが、実は38歳と吉家の10個年上で、しかも作曲家として売れっ子だということが判明します。そんな彼と吉家は管理組合の役員の仕事に駆り出される中で急速に関係を深めていきます。吉家が平良に惹かれていく様子や平良が見せるギャップに素直にときめける作品なのですが、この作品はどうやらそれだけではなさそうなのです。昔吉家が付き合っていた増持、彼は今百貨店の呉服部に勤めていて、吉家の仕事ぶりを認めている彼は吉家に百貨店の仕事を回してくれていました。しかも彼が住んでいるのは吉家の住むマンションの200メートル先とすぐそばの場所。そんな増持とマンションの最上階、吉家の200メートル上に住む平良、この3人による三角関係に今後どんどん発展してしまいそう、そんな作品になっています。この作品は秋英社のクッキーという雑誌で連載されている作品です。興味を持っていただけた方は概要欄のリンクから試し読みが読めますので、そちらをぜひチェックしてみてください。それではまたのご来店をお待ちしております。